なっている仲間の皆さん、こんばんは。こんばんは。ですね、今日今から抗議行動を始めたいと思うんですけれども、コーンがですね引かれているんですけれども、できたらこのコーンの中に入っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。あとですね、本日の集会でもう私こういうこと言いたいっていう方、ぜひですねスタッフの方に声をかけてください。この中央ぐらいにいますので、声をかけていただいて、自由に発言していただく時間も設けていきたいと思いますので、声をかけていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは本当に今ちょっとドア閉められてますけれども、声を大に出してですね、私たちこの自由をですね侵害するなという声を上げていきたいと思います。今日は街頭宣伝チームが主催ということなんですけれども、私たちも街頭でこういうことをやるっていうのは表現の自由のこれは実践なんですね。この表現の自由の実践をもってですね、この表現の自由の侵害に対抗していきたいと思います。今日は1時間頑張りたいと思います。よろしくお願いします。まず最初にですね、皆さんでちょっと怒りのコールを、あまり街頭宣伝ではやんないんですけれども、今日はですね抗議行動なので怒りのコールを上げていきたいと思います。仲間の女性からお願いします。はい、それではよろしくお願いします。検閲反対、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 憲法を守れ、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 文化庁は表現守れ、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 政治介入絶対させるな、政治介入
しくお願いします。それではですね、まず最初に主催者代表しまして、あの高田健さんにお発言いただきたいと思います。お願いします。皆さんこんばんは。今のスプレッコールに私たちの今日の気持ちが全部表れていると思います。本当に私たちは怒っていますし、このままではこの国はどうなるかわからない。非常に私たちは危機感を持って今日夜ですけれども、この文科省の前に集まっているんだと思います。今この愛知トリエンナーレ展とこの不自由展その後、表現の不自由展その後に加えられた行政権力からの圧力、これをこのまま見過ごしてしまえば、私たちの日本国憲法の表現の自由とか言論の自由とか思想信条の自由とか、そういうものがどんどん削られていく。実際のところこのしばらくの社会の動きを見ていると、この国はそうした悪い方向にどんどん行ってるように思うんですね。私たちがここで抵抗して抵抗して抵抗してこの流れを食い止めなければ、この国は大変なところに行く。戦争して戦争する国に行く。私たちはそうした危機感を持って今日この行動を皆さんに呼びかけさせていただきました。芸術家の皆さんの表現の自由もありますが、日常私たちはそうしたことをたくさん抱えてます。例えば最近ですけれども、私はあるところに憲法の講演に行こうと思い、行くことになってました。そしたら市に講演を呼びかけたら、市の担当者が最初は講演の趣旨を聞いてって、その後これだけではわからないのでレジュメをくれとまで主催者に言ってくる。主催者の皆さん、高田さんどうしますかって、こんなもん認められるかって、検閲だ検閲化しろっていうふうに私は言ったんですけれども、あの主催者はそのことで早速抗議をして市と戦ったそうですけれども、これも黙ってたらレジュメまで、講演のレジュメまで起こる。こんな話が通用するんですね。それから私たちは外宣チームで外宣をしてますけれども、もう一つだけ言わせてくださいね。街頭宣伝に対する権力の介入というのは結構あるんですよ。そして私たちの方がいつの間にかそれを認めて、街頭宣伝は事前に届けを出さなければいけないとか、街頭でいろんなアピールをすることを警察に届けを出したかどうか市民から聞いてくることまであるんですね。街頭宣伝というのは誰でもやっていいんですよ。いちいちお巡りさんに届けを出す必要はない。私たちが交通の妨害をしてたり、私たちの宣伝のためにそこがシャットアウトされるような状態になるとしたら、それは良くないし、そういうのは私たちがきちんとやればいい。主権者として日本の市民としてそういうことはきちんとわきまえて自分たちの権利を行使すればいいだけの話なんです。そういうことに関しても私たちは絶対譲っちゃいけないと思うんですね。たくさんこの間今権利の侵害に対する例がこの愛知トリエンナーレ展、権利の不自由展その後の問題を契機に各地から出ています。そして多くの行動が起きています。昨日も一昨日もこの周辺で行動があります。愛知の仲間たちはずっとこの間戦い続けています。とうとうもう一度展示が再開されるところまで愛知の仲間たちの戦いは到達しました。素晴らしい成果だと思います。もしあそこで黙っていたらとんでもないことになる。ただ残っている課題があるんですね。菅官房長官と萩生田文科省、これが補助金のカットというのを未だに言ってる。これは絶対に私たちは認めることができない。補助金は誰のお金でやってるんだ。税金でやってるわけですよ。決して菅官房長官や萩生田文科省が勝手に使えるもんじゃない。あなた方は日本国憲法に基づいてこの国の要請を執行するのだって、憲法違反する権利は全くない。そうしたことに対する私たちの抗議も含めて今日1時間皆さんと一緒に頑張りたいと思います。今日は最後までよろしくお願いします。
ありがとうございました。最近ですね、どことは言わないんですけれども、会議で、まあ、会館とか使うと、どんな会議してたんですかっていうふうに言われるようになったりするんですね。こういったことを一つ一つ許していくことが、私たちは本当に苦しい世の中になってしまうと思うので、こういったことを一つ一つに声を上げていかなければならないなと思っています。それではですね、今日本当にお忙しい中、国会議員の皆さんがお越しになっています。到着順でご紹介していきたいと思います。まず最初に日本共産党衆議院議員 の東海ブロック、ちょうど愛知ですねから選出されました本村信子さんです。お願いします。皆さんこんばんは。こんばんは。愛知から参りました、日本共産党衆議院議員比例東海ブロック本村信子でございます。この文科省の文化庁の補助金全額不交付、この決定は本当に異常だというふうに思います。で、愛知県の検証委員会が中間報告を出したのが25日なんですけれども、この時に中間報告ではですね、速やかに再開、条件が整い次第速やかに再開するべきであるというふうな中間報告を出したわけです。それが25日で、26日の夜中の2時ぐらいの NHK のニュースでですね、この文化庁が補助金不交付方針というふうに NHK が報道いたしました。これは愛知県のプロセスに対する圧力だというふうに感じました。で、すぐに文化庁を呼びましてやり取りをさせていただきましたけれども、26日、全額不交付のその理由として、実現可能な内容になっているか、そして事業の継続が見込まれるか、この2点について文化庁として適正な審査を行うことができなかったということを挙げております。じゃあ実現可能な内容って何なんですかっていうふうに言ったら、表現の不自由点その後は3日で中止になったじゃないですかって言うんですよ。でも中止になった理由って一体何でしょうか。脅迫やテロ予告のファックスです。その犯罪行為が悪いのであって、なぜ愛知県が補助金全額不交付というふうにならなければならないんでしょうか。本当におかしいというふうに思います。で、また円滑な運営などの懸念を文化庁に言っていなかった、こういうふうに文化庁は言いましたけれども、じゃあ申請の手続きの時に警備の問題など事前に文化庁に言わなければいけないという規定があったのかというふうに問いました。そしたらそれはありませんって言うんですよ。事前に報告しなければならない義務もないのに報告しなかった、だから補助金を全額カットするって本当に理不尽じゃないですか。萩生田やめろ。で、私この全額不交付、この決定どういうプロセスでそういう決定がされたのかということで文化庁に議事録を求めました。そしたら昨日文化庁の方からですね、回答が来たわけですけれども、まあ存在しないと、議事録はないという回答が返ってまいりました。手続きをちゃんと取れ、やめさせろ。で、じゃあどういうふうに決めたんですかって聞いたら、文化庁職員が内部で審査をして全額不交付の決定をして文化庁長官が採決をしたというふうに言いました。ふざけんな。で、例えばですね、文化芸術分野における公的資金助成外部審査員従事者と有志の皆さんがこういうふうに言ってるんです。採択後の全額
不交付決定ということ自体が異例ですが、このような重大な決定にあたり、任期中の外部審査員からの意見聴取をあえて行わなかったことは、さらに異例中の異例、公正決定原則に照らして不適切という声明を出しております。この異例中の異例の重大な決定に対してプロセスを明らかにしないこと自体、どっからか圧力があったのではないでしょうか。政治的な圧力は許さない。この問題は軍事性暴力の被害者の方々の個人の尊厳や歴史的な事実や表現の自由や知る権利、民主主義が問われる大きな問題だというふうに思います。皆さんと共にこの全額不交付、この決定を撤回させるために私たちも全力を挙げていきたいというふうに思っておりますし、安倍政権から個人の尊厳や表現の自由や歴史的事実やこうしたことを守っていくために頑張っていく決意を申し上げ、心からの連帯のご挨拶、そして文化庁への抗議とさせていただきます。ご一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。もう一方、共産党の、平良佳子参議院議員、よろしくお願いします。平さん、皆さんこんばんは。日本共産党参議院議員、平良佳子です。私も文化庁の補助金全額不交付に断固抗議します。だいたい先ほどもありました、今の日本なんだか自由が制限されている、公民館等の使用、球場俳句の展示、さまざまな面で不自由を感じていた人も多かったと思います。今回のアイストリエンナーレ表現の不自由展その後の中止によって、この日本における表現の不自由がここまで広がっている、これがいよいよ明らかになったんじゃないでしょうか。しかもその先頭に立っていたのが政治家です。そしてそうした政治家の介入や脅迫やテロ予告、これに補助金不交付という形で加担し容認したのが文化庁、政府です。このやり方は絶対に容認できるわけがありません。文化庁、文科省の皆さんに訴えたいと思うんです。今ならまだ間に合います。あなたたちの役割はありとあらゆるこの国の表現者、国民の自由を守ることなんじゃないですか。その役割を今こそ全うしてくださいよ。そうじゃなかったら政府で国民の全奉仕者である役人として働いている意味がないと思いませんか。どうだ。私たち共産党、私岸平良子は何としてもこの自由と尊厳と民主主義守るために諦めずに声を上げます。こうして皆さんと一緒に声を上げる人が増えている、このことも希望だと思う。トリエンナーレ、あの不自由展その後の再開が目処が立ったというのも希望だと思う。この希望を本当に大きな自由を取り戻す戦いの最初の一歩にしていこうじゃないですか。自由を守る戦いはここからです。諦めずに声を上げていきましょう。ありがとうございました。平さんどうもありがとうございました。この補助金交付の先頭に立っている議員の萩生田さん、私の地元の議員なんですけれども市議、都議時代から恐喝、恫喝政治の本当張本人なんですけれども、まあやらかしてくれたなと思っています。もう絶対にですね、引きずり下ろさなきゃいけない。こんな疑惑だらけの人がだって文科省やってるんですよ。ありえないですよね。ブラックジョークですよ、ふざけんなって言いたいです。それでは
立憲民主党の衆議院議員の大河原雅子さんが来ています。発言お願いしたいと思います。お願いします。文化庁前にお集まりの皆様、こんばんは。こんばんは。立憲民主党の衆議院議員大河原雅子でございます。とうとうこんなことが起こりました。今菱山さんからもお話がありましたけれど、萩生田さん東京で、そして八王子で選出を都議会、そして国政へと来て、総理のお友達であるがゆえに今回はあの盛りかけ問題に蓋をしようという人事だと私は思いますが、文部科学大臣になってしまいました。これからやるのかと思ったらもう始まってしまっています。私たちはこの愛知トリエンナーレ交付金の交付という、これまでこの表現の不自由展その後を開くために文化庁は県としっかりと話し合いをしてきたはずです。そして一度決めた交付金を覆すには本当に誰もが納得する、そういう理由がなくてはなりません。本村衆議院議員が文化庁を呼び、そしてこの不交付決定のプロセスを明らかにしてくれました。私たちは本当に今芸術祭の実行委員会、そしてこの不交付展の実行委員会の皆さんが再開をするという、そうした合意を持ってこの展示をさらに多くの人たちに見てもらうチャンスを作ってくれたこと、本当に感謝しますし敬意を表したいと思います。愛知県知事も頑張ったと思うんです。でもどうでしょうか、こうしたことが起こってしまう日本を変えていくためには今何が必要なのか。本村議員がおっしゃっていたように、このプロセスはしっかりと明らかにすべきです。そしてここに議事録がなかったという忖度政治、ここに極まれりですよね。まだ大臣になって所信表明もしていません。どうですか、本当に臭いものには蓋をしてしまう。そして情けないのは文化庁です。文化というのは好き嫌いで判断をされるものではない。名古屋市長は不快感を持った、そして多くの方々も不快だと思う人は確かにいらっしゃるでしょう。でもそのことによって、好き嫌いによって他の人たちの知る権利、表現をする自由、このことを奪ってしまう。表現の自由っていうのはそもそも今日の集会のタイトルにもあるように、誰かを傷つけない、誰かの人権を侵害しない限り、どう表現しても何を表現しても自由なはずです。検閲を受ける、戦前の話だとみんな思っています。でも現実に今起こったことは、今回起こったことは、これは政府による国家による検閲です。断じて許してはなりません。4日から臨時国会が始まります。私たちはこの文化を守ること、文化庁が今何も私たち市民に回答することができず、おそらく内部では右往左往をしていると思いますけれども、この民主主義の崩壊を私たちは断じて許さない、止めなければなりません。私たちの文化を、表現の自由を守ること、知る権利を守ること、他の人たちが、今回再開が決定されて、補助金はまだまだこの先戦いがありますけれども、私たちはそれを絶対に勝ち抜いてまいりましょう。今回のこの決定、文化庁がどうやって決めたのか、何としても忖度の政治、萩生田新大臣によるこの最初の一歩が、これから先を本当に明らかに示しているじゃありませんか。何が起こっても不思議じゃないっていうのはこのことだと思います。どうぞ私たちも一緒に立憲野党、
一致してこの問題徹底追及してまいります。立憲民主党の枝野代表もこの文化表現の自由は人権としてしっかりと守られない、それを守るべき文化庁が自らそれを覆している、存在意義がもうないんだと、そういうことも発言しています。私もこれは文化庁の自殺行為だと思います。どうぞ皆さんと一緒に戦ってまいります。何としても萩生田大臣辞めさせましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当にまだ国会始まってないのに早速やらかしてるっていうので、まあ、これからですね、私たちも戦いがいがあるなと思います。頑張りましょう。今日発言したいなという方はぜひスタッフに声かけてください。ではですね、私たちいつも、まあ、こういうところじゃなくてこう新宿とかそういったところで街頭宣伝やってるんですけど、スピーチだけじゃなくて歌とかも歌ってるんですよね。今日は少し歌も交えていきたいなと思っています。今日はですね、発売禁止歌でオンパレードで頑張りたいと思います。発売禁止の歌を今日2曲じゃお願いします。お集まりの皆さん、こんばんは。いつも街頭宣伝でスピーチとか歌とかいろいろ交えながらやっております。で今日は2曲ほどお送りしたいと思います。まずですね、今回の文化庁のこの補助金カットの件、本当にこれっていうのは政府の考えにそぐわないものに対して活動には投稿しないという、まさに憲法21条で禁じられている検閲そのものですね。本当にけしからんですよ。しかも議事録もないっていうのね、ふざけてますね。本当にこういうことがね、どんどん増えてきてますよね。で路上にで街頭宣伝やってるとかね、こう邪魔が入ったりとか、許可得てますかとかってね、でおまわりさんも介入してくることあるんですよね。だから本当にね、その都度面倒がらずにね、怒りの声をどんどん上げていきましょう。本当に権力っていうのは舐めてきますからね、本当に舐めさせないためにどんどん怒りの声を上げていきましょう。はい、でまずですね、過去にですね、政府の考えとか国策にそぐわない歌とかね、何度もこれ発売禁止とか放送禁止になってきました。今日はそんな歌2曲お送りしたいと思います。まずイムジン河という曲です。でこれ北朝鮮で作られた歌なんですね。でイムジン川っていうのは北朝鮮と韓国の国境を流れている川です。で日本では皆さん知ってますかね、フォーククルセダーズっていうグループが日本語の歌詞をつけて歌ってたんですよ。でレコードの発売直前になって急遽発売取りやめになりましたってことがあったんですね。で本当に思うのは、日本が過去において行ってきた植民地支配とか侵略戦争、互いの歴史を、ね、しっかり心に留めて、そして同じ過ちを決して繰り返さない、この決意ですよ。この決意と、そして東アジアの平和への祈りを込めてイムジン河歌いたいと思います。Yeah.
とうございます。続きましてはですね、この歌っていうのはですね、今から18年前、2001年の911アメリカ同時多発テロの時、この時ですね、アメリカ国内では他の国からの脅威が攻められるとか、あとテロの対策とか、そんなことをですね、愛国者法っていう法律が作られたんですね。で、何をやったかというと、アメリカ政府は通信傍受の拡大とか共謀罪を使ってですね、市民運動を弾圧して、そしてアメリカはその後イラク戦争に突き進んでいったわけですよ。で、当時のアメリカと今の日本の状況、とっても似てますよね、なんかね。はい。で、その911の後、アメリカ国内ではこの曲が放送禁止になりました。ジョン・レノンのイマジンです。はい。で、今日はイマジン、今野清志郎さんの日本語訳の歌詞で歌っていきたいと思います。
も頑張っていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。それではまたスピーチに移っていきたいと思います。今日ですね、お忙しい中、作家の雨宮佳鈴さんが来ています。お発言お願いします。はい、雨宮佳鈴です。皆様お疲れ様です。今日こういう集まりが あるって、ツイッターとかいろいろネットで知って、もう本当にこのことに声を上げなかったらもうすごく後悔するとか、本当になんか大きな、この国の民主主義だったり表現の自由だったりが本当に大きい曲がり角にあるんだなっていうことを今痛感して、それで、来ました。で今歌を歌われてた方がイマジンが放送禁止だった、ね、あ、もう違うんですか。その当時、あ、その当時、あ、なんかイマジンが放送禁止になる世界ってのが終わってるなっていう感じがするんですけれども本当に日本の状況も、先ほど小川原さんがとうとうこういうことがと思いましたけれど、あ、言いましたけれども、私もこのトリナーレのお話、一連の流れを見ていて本当に、交付金の打ち切りという話で本当にとうとうここまで来たかというふうに思いました。まあ、特に、ね、第二次安倍政権以降、いろんな秘密保護法だとか安保法制だとか、なんか本当に今声を上げないと後悔するっていうようなシーンがすごくたくさんあって、その度に、今動かなければ声を上げなければっていうのは、ずっと思ってきたんですけれども、なんか本当に今のこの状況って、なんかここにも、ね、検閲恐怖政治っていうプラカードがありましたけれども、なんか安倍政権がしたいことのもう最後の総仕上げが始まっちゃってる、なんか最終章なのかなっていう感じがして、本当に私も、まあ、表現者の一人、文筆業で20年間やってますので、もうこれから一体どうなっていくんだろう、もう本当に政権の望むようなことができて、望むような人しか発言できないよう なんかそんな社会が本当に川にすぐ近くまで来てるんじゃないかって。でその時にまた今同時に香港の問題があったりだとかして、でもじゃあ日本で本当に自由、いろんな自由がなくなるっていう時に、じゃあ日本の人たちは今の香港の人たちみたいに戦えるのかっていう、なんかそれもできないぐらいまで無力感をこうずっと振り込まれてきた、特にこの7年間だったと思うので、本当に今すごく重大な局面で、なんか自分には関係ないアートの話だしって思ってることがものすごく自分の話なんだっていうことをこう一人一人にいかに伝えていくかっていうのが重要だと思って、今日のこの集まりも皆さんいろんなところで書いたりして伝えていきたいですし、とにかく本当にずっと声を上げ続けなきゃっていうのをまたさらに思いを強くしていますので、皆さんも声を上げ続けましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。それではまたスピーチ続きたいと思います。皆さんも何度もお目にしていると思うんですけども、いつもプラカードをこうがっつり掲げている仲間の星野さん、お願いします。いや皆さんお疲れ様です。どう、文化庁の官僚の皆さん聞いてください。あなたたちは最初から間違ってんですよ。我々主権者である国民、庶民の文化に寄与するためにある文化庁が、それに対する妨害、テロ予告に対してどうやってその守るか、それを考えるのが文化庁の役割だし、警察がそれを取り締まっていくのが当たり前なのに、逆に公開できないような事態に追い込んでそれを黙認し、警備の手続きが悪かったからと、それを交付金を交付しないと、萩生田文科大臣が言いましたが、全く逆さじゃないですか。ある憲法学者の人が言ってましたが、加害者は脅迫した側です。トリエンナーレ実行する方のね、表現をしようとする側が脅されて、そちらは被害者です。
被害者の方の交付金をやめてどうするんですか。全く国の役割、観光庁の役割を放棄するどころか、妨害者テロ行為に加担してるじゃないですか。例えば来年のオリンピックに爆破するぞというファックスが来たら、オリンピックはやめるんですか。オリンピックに税金使うのはやめるんですか。とんでもありませんよね。テロに屈しないって偉そうに普段から言っておきながら、テロに加担する国、観光庁、ふざけんなよな。我々が主人公です。我々の表現、あるいはアーティストの人生である表現を妨げるあらゆる行為から守って、文化の発展に寄与する 役割をしっかり果たしてください。最後まで我々は戦います。それではですね、続きまして表現の自由を市民の手に、全国ネットワークの竹内さん、お願いします。まあ、9月30日も因縁週間開かれたんですね。はい、お願いします。竹ちゃんマン私は球場俳句市民応援団の代表で、それで去年の12月20日に4年にわたる裁判で、表現の自由というか当たり前のことなんですけど、違法である職員の故意過失、そして不公正な取り扱いをしたということで勝利をしたわけです。4年前は忖度ということを私もまだ知りませんでした。しかし、その救助俳句の判決も何、もうあちこちで今は検閲、思想弾圧、表現の自由が奪われているわけですね。で、そこに書いてある、確かに細野さん言いました、文化庁の文化ってのは何ですか、スポーツっていうのは何ですか。本当の意味で私たちが一人一人が自分の思い、自分の思想、自分の表現、自分の本当の自由に形に論理する、そこを保障していき合う町、社会が私たちが、先ほど星野さん言った、主権者であり当事者であり、本当の一人一人が自分たちが主人公だ。この建物も、この町も全部私たちの税金で作った、このことをもう一度、表現の自由ということで今回のアイドル問題は起きたわけです。私も8月13日、現場を見てきました。球場俳句も、大村さんのも、いろんなものが、誰もお客さんいないわけですよね、13日ですから。たった3日で中止にするとは何事だということで、表現の自由全国ネットワークを7月にできて、もう球場俳句どころじゃない大きな問題になりましたので、私たちはこの問題は本当に自分たち一人一人のものだということで、この問題を4回にわたっての集会、あるいは名古屋現地では2回にわたる全国への呼びかけた集会をやってきました。9月30日は、国会内でまた2度の院内集会をやって、ここの文部省で萩生田文科省、とても私は萩生田が分かんない牛みたいなやつだと思ってますけど、こんなのが文科省に大臣にして、いよいよ安倍政権を断末魔最後だと思います。彼は得意の強権でもって私たちに対して蹴散らして、物を言えないような社会に持って戦争へ向かおうとしているかもしれませんけど、そんなことは決して許さない。まさに今ここで一人一人が立ち上がって、一人一人が声を上げて、本当に我々の主権者の政権社会を作ろうという思いが、この相取り問題だと思います。毎日のように8月4日からは、主にはじめとしてて20人30人が10時からスタンディング会場前でやっています。本当に愛知の人たちも頑張っています。全国通らからこの問題は、当然私たちは中止というのは既成事実ではない、再開することなんだということで8月7日からやってきました。やっと再開まであと少しです。6日か8日7日の休館日を前にして、8日には再開しますけれども、しかしこの萩生田の7800万円は公費っていうのは、交付金やらないということは、また私たちに対して、おお、やってやろうじゃないか。再開したとしても、この文科省、安倍体政権の体質は絶対打ち破っていく決意を持って、私たちこの交付金の撤回に立ち上がろうではありませんか。よろしくお願いいたします。みんなで声を出して、私たちの社会を作り出すために、この空いてる問題によって完全再開と、そして私たちの自由な言論を獲得していくようにしましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは
あの歌に行きたいと思います。これも発売禁止になった曲ですね。お願いします。こんにちは、こんばんは。本当に今、日本の表現の自由はやばいと思います。で、表現の自由というと、私思い出すのは、思い出すのが、RC サクセションのカバーズというアルバムがあって、さっき歌われたイマジンの歌詞も、あの歌詞の、イマジンが含まれているアルバムなんですが、このアルバムは反原発ソングを含んでいるということで、当時その RC が所属してた東芝 EMI の親会社が東芝で原発作ってたんで、この東芝の圧力で、発売禁止になったという当時、私は高校生で非常に悔しい思いをしまして、それが自分にとっての表現の自由を考える原点です。で、その時に今の清志郎さんが、自分の気持ちを込めてボブ・ディランの I Shall Be Released という、ディランの曲の、歌詞を当てて作ったこの歌をですね、今日はぜひ文化庁にぶつけてやりたいと思ってやってきました。普段三振しか弾けない、ギター弾けないんで三振一本でやるのすごい無理があるんですけど、いいんです、表現の自由です。聴いてください。 I Shall Be Released。頭の悪い奴らが圧力をかけてくる、呆れて物も言えねえ、また一つものが言えない、権力を振り回す奴らがまたわがままを言う、俺を黙らせようとしたが、かえって宣伝になってしまったとさ、日はまた昇るだろう、この寂れた国にも、いつの日にか、いつの日にか自由に歌えるさ、はめられて消されたくはない、色好きな歌を歌って、いろんなところに行って、見てきたものを歌うだけさ、 Hey! 日はまた昇るだろう、この寂れた国にも、いつの日にか、いつの日にか自由に歌えるさ、頭のイカれた奴らがこの国を動かして、この俺の見る夢を力で押さえつける、日はまた昇るだろう、名古屋から東京へと、文化庁ベイベー、いつの日にか、いつの日にか自由に歌えるさ、 Hey! 日はまた昇るだろう、この寂れた国の、いつの
日にか、いつの日にか、自由に歌えるさ。いつの日にか、いつの日にか、自由に歌えるさ。自由に歌えるさ。自由に。ありがとうございました。ピカソ、ぜひあの補助金スコープを撤回してください。よろしくお願いします。はい、わかりました。ありがとうございました。ですね、こちら私司会の方でですね、この名古屋市長の河村隆市長に物申すという、物申すとまで言ってないんですけれども、まあ、このですね、戦時性暴力被害者への尊厳を踏みにじった、謝罪してください、撤回してくださいっていうハガキ持ってますので、ぜひこちらにちょっとあと数枚しかないんですけれども、配りたい方持って、取りに来てください。それではですね、今このお話した名古屋にですね、行こうということで、今日素敵なプラカードを、作ってきてくださいました。大木さん、お願いします。行かれる予定なんですよね。ぜひお願いします。今この建物の前でずっと考えてたんですけど、50年前ベトナム戦争反対でこの虎ノ門のあたりをフランスデモしたことを思い出しました。なんかいい時代を生きてきて、自由に表現ができて、みんなで声を上げて、隣の人が動けば隣の人が動くという、心と心がすぐ動くような時代を私は体験してきたので、最近ちょっとついてくる動作が鈍い方があんまり多くて、なんかいろんなことができないのがとても寂しく感じてます。今日は私は朝から名古屋に行くことだけを考えていました。どうしたら自分の生活の中で行けるかなと思って、まずは老犬やいろんな命のことを考えなきゃならなくなって、それも無事に6日の日は預けることができて、それから来る寸前まで自分を追い込むために行くぞ名古屋っていうプラカードを書いてきました。今日新幹線の切符を予約したいと思います。それで私はプラカードに表現の自由、私は生かすと書きました。これは個の問題なんですよね。さっきどなたから話してたように、私は新宿の西口をもう17年間イラク戦争が始まる前から土曜日に立ち続けてて思うんですけど、本当に無関心な方が多くて、どうするんだろうこれからの時代って思うことがあります。無関心がやっぱり平和を壊すんです。だから子がしっかりしなければいけないなってすごく思います。だから我が家の塀には共産党も太郎さんのプラカードも、それから水尾さんのプラカードもいろいろずっと貼ってあって、地域の人が見て歩きます。おばさん何してるんだろうと思うけれども、ずっと安倍政治を許さないのプラカードをバギーにつけて老犬を乗せて街を歩いています。なかなかいい時代にはなりませんけど、明日は3日安倍政治を許さないのスタンディングの日ですよね。この間共産党の国田さんが国会前に来てくださって、サーチさんと一緒に立たれました。そんなことがあって、いろんな人がいろんなところで自由に表現をして、この私が生かすっていう言葉、本当に子が生きていきましょう。そしてつながるときには本当につながりましょう。自分の周りで広場を作って、本当にこれから命がけで戦う日が来ると思います。私ももう少し生きてその日のために力を蓄えたいと思います。頑張りましょう。どうもありがとうございます。フランスでもここでしたんですね。すごいなと思います。それもう一回やりたいですね。それではですね、また文化庁に向けてコールをしたいと思います。お願いします。はい、それでは皆さんと一緒に気持ちを合わせて声も合わせていきたいと思います。
政治介入絶対させるな。政治
ありがとうございました。本日の参加者は230名でした。本当に緊急の呼びかけだったんですけれども、ありがとうございます。引き続き頑張っていきたいと思います。私たち街頭宣伝はいつも新宿とかでやってるんですね。10月19日19日行動っていうのがありまして、国会前で、3時から議員会館前で行います。それが終わった後ですね、10月の19日の夕方の6時から新宿西口で街頭宣伝を行います。国会前とはしごしてくるのは大変なんですけれども、もしよかったらぜひ来ていただきたいなと思います。そして10月31日の6時半夜6時半から新宿西口で街頭宣伝があります。よかったらぜひ来てください。そしてですね、11月3日憲法記念日なんですね。この憲法記念日の日に国会正門前で大きな集会を行います。ここにはですね、韓国からも代表の皆さんが来て、一緒に集会を行います。今こそ韓日友好を訴えていかなければならないと思います。ぜひですね、11月3日の国会正門前2時からです。お越しいただくと嬉しいです。よろしくお願いします。本日は大変ありがとうございました。お疲れ様でした。頑張りましょう。